名護市民の皆さん、十字路商店街の皆さん、こんにちは。名護市長候補の岸本洋平でございます。本日はこの一角をお借りいたしまして、ご挨拶と制作の一端を述べさせていただきたいと思います。しばらくのご静聴のほどよろしくお願いを申し上げます。さて、今回の名護市長選挙、今ここで姿勢を変えなければならない、その強い思いで立候補いたしました。市民の暮らしを守るために、地域の経済を守るために、そして子どもたちの未来を守るために、今求められるのは言うべきことをはっきりと言える政治。何者であろうと市民の思いをしっかりと伝えることのできる名護市で、変えるべきを変えていく名護市政であります。私は市民の皆さんの思いをしっかりと受け止めて、そして市民生活、経済、子どもたちの未来、将来を守っていくために全力でこの名護市の街づくりに働いてまいります。ここ名護においては先人たちがしっかりと築いてきてくれた豊かな自然の中でのこの地域の環境を守りながら、ありがとうございます。自然と共生をしながら地域の発展に取り組んでいく、そのことが非常に大切なことだと考えております。辺野古の新基地建設工事、貴重な豊かな大浦湾を埋め立てて、そして住民に著しい影響を与えてしまうオスプレイも飛来する、そのような新基地を私は決して認めない。戦後76年間基地と隣り合わせがゆえに苦しんできた沖縄県民、これ以上危険にさらすわけにはいきません。事件や事故に住民が巻き込まれるようなことはあってはならない。私は市民の暮らしを守るために、国であろうと米軍であろうとはっきりと突きつけてまいります。市民の暮らしを守るためにも、言うべきことが言える名護市で実現をしてまいります。今回のありがとうございます。年末年始における米軍基地での市内でのクラスターの発生もあり、県内に新型コロナウイルスが広がってしまっている、そのような状況があります。玉城デニー知事が外出制限を強く求めました。しかし、それがすぐに実行されなかった。ありがとうございます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 。山頑張ってるよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に多くの皆さんのご声援、本当にありがとうございます。昨年9月から米本国から沖縄に来る際の PCR 検査も行われていなかった。このように戦後日米地位協定が、ありがとうございます、壁となって、事件や事故の捜査も妨げられる、そして今回はこのような新型コロナウイルスの感染拡大も起こってしまっている。
私は大臣たち、そして日米地位協定の改定も求めていきます。それが市民の暮らしを守り、経済を守ることにもなる。いかなる問題にも向き合って取り組むのが市民を守る市のリーダーであります。しかしながら現地で4年間質問台に対してありがとうございます、何も言わない。こんな問題の先送り、次の世代への責任の押し付け、こんなことが許されていいはずがありません。ここで姿勢を変えて、私は市民の皆さんの思いをしっかりと伝える名護市で、そして新基地建設を認める、安心安全な暮らしを守り、やんばるの豊かな自然を守って次の世代へ残していく、そういう平和で豊かな誇りある名護市を築いてまいります。名護市民の皆さん、どうぞ私岸本洋平全力で取り組んでいくことをお約束申し上げます。皆さんのお力を貸してください。この選挙残り1週間、皆さんのお力添えでどうか岸本洋平押してください。全身全霊をかけてこの選挙戦戦い抜いてまいります。どうぞ十字路商店街の皆さん、商店街の活性化、市街地の活性化、責任を持って岸本洋平取り組んでまいります。皆さんのご期待に必ずや応えます。どうぞ岸本洋平に皆様のお力を貸してください。お力さえ賜りますよう心よりお願い申し上げまして、ご挨拶とお伝えとさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。よし、ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまのは候補者岸本洋平本人によります熱い思いをお伝えさせていただきました。続きましてご紹介いたします応援選手でございます。城間美希子奈良町でございます。よろしくお願いいたします。はい、ターン名護十字路お通りの市民の皆様、こんにちは。那覇市長の城間美希子でございます。あいにくのお天気となりましたが、季節を感じます。ムーチーリーサの名残でしょうか。どうぞ市民の皆様、ご自身のご健康に気をつけられてお過ごしいただきたいと思います。このコロナ禍の中、先ほど岸本洋平立候補者からお話がありました。沖縄は大変な感染拡大の目に遭っております。その中においての選挙戦です。皆様方と立候補者岸本洋平さんは本当に顔を合わせて握手をしながら皆様へ熱い思いを届けたいところだと思います。それも叶わない中、こうしてこのように耳を傾けてくださる市民の皆様がいらっしゃること、私も岸本洋平さんを応援している中で大変ありがたく思います。しばらくマイクを握らせていただきます。さて、去年の夏、私は辺野古の浜に降り立ちました。この景色を、右を見たら自然の岩がある、左を見るとここにこれ以上立ち入り禁止の札がある。この状況を目の当たりにしたときに、辺野古新基地建設の反対の気持ちがますます高まりました。那覇市も埋め立ての歴史があります。
その埋め立てはそこに何ができるか、何が作り上げられるか、市民の生活利益に資するものであるか、そういうことで先達は判断してきたんだろうと確認をしております。辺野古の新基地建設はいざ立ってしまうとなかなかもう声は上げられません。国のものである、その状況にある名護市民の皆さん、どうぞ。ありがとうございます。名護市民の皆様、辺野古新基地建設反対を訴え、子どもたちの未来に残ってはいけない、残さないという強い決意を持って離婚している岸本洋平さんに、ぜひ清きご意見を投じていただきたいと思います。洋平さんは子どもの問題、経済、さまざまな施策を打ち立てております。名護市民の、ありがとうございます。名護市民の平和と福祉、幸せな生活のために岸本洋平は頑張ります。復帰後のニューリーダーです。現在も議員として議会の目から市政運営をしっかりとチェックをしている、その立場にあります。その岸本洋平さんがここをこうしたらああしたら市民のために、その構想はしっかりと頭の中に練られている、打ち立てられていると私は信じております。名護市民の皆様の今後の心豊かな生活、安心して安全な中で暮らせる市民生活、どうぞ市民の皆様もご自身の生活を振り返ってみていただきたいと思います。その中に辺野古新基地はあるでしょうか。子どもたちの未来に辺野古新基地いりません、そう訴えている岸本洋平さんに私は賛同します。これからの名護市を、市民の街づくりを、どうぞ皆さん岸本洋平さんと共に手を携えて作り上げていただきたい、作り上げていっていただきたい。岸本洋平頑張ります。どうぞ皆さん支えてください。岸本洋平さんに皆様方の心をぜひ寄せていただきたい。よろしくお願いいたします。那覇市長の城間光子、岸本洋平応援しております。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ただいまの応援選手は城間光子那覇市長でした。市民の皆さん、本日より期日前投票が行われております。科学を持っていなくても身分と政治で投票ができます。どうかあなたの一票、命と暮らしを守る一票は傭兵、傭兵、岸本傭兵とお決めいただきまして、傭兵、岸本傭兵を市長として押し上げていただきますよう心よりお願いを申し上げ、ご当選の訴えを終了させていただきます。長野区のご理解ご協力、そして